ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われせ姫君、続きやっていきたいと思います。スキルポイント、だいぶ溜まりましたんで、裏で溜めておきましたんで、がっつり上げていきたいと思います。あ、見えんじゃん。あ、ルーラー。8で合ってたんだな。クロスカッター欲しいのは、この雷光一閃好きですね、下から。ここまで頑張りたいんですけど、なんか疾風好き覚えるんで。あ、でもそうだ。槍装備してないから意味ねえんだ。しまった。まあ、いいか。とりあえずヤンガスは人情まで行くと、あ、そっか。ごめん。俺何言ってんだって話ですよね。こうすればみんなにも見えるのか。口笛か、いるかな。おっさん呼び？なんだ？こんなんあったっけ？おっさん呼び？あ、スクルトがあるな。このスキルは絶対行きたいんだよね。大魔人斬りまで行きたいんですよね。絶対。兜割りも強いんだよな。今つけてるのは斧だったはずだから、口笛は後でもいいかな。うん、口笛は後でもいいかな。じゃあ、斧にがっつり振っちゃいますか。斧振り。魔人斬りも割りかし近いところで覚えてくれるんですね。オッケーオッケー。じゃあこれでいきましょうか。魔人斬り必要ですからね。上画面のみで。上画面のみにするとこの荒さがすごい目立っちゃうな。さあじゃあ行きますか。これパート3ですね。どうやら着いたようじゃな。ですね。私も行きたいところじゃが、ミーティアを危険な目に合わすわけにはいかんのじゃ。水晶の探索はお主に任せ。わしとミーティアは外で待っておる。了解です。行ってくるのじゃぞ。はーい。お、松明持ってる。すごい綺麗。おほほほ。おー、すげえ。おーほほ。水が流れてってますね。すげえな。あ、軽く戦っていきましょうか。もう雑魚の戦闘は慣れましたね。この辺で戦うのはドラキーがいいですね。これでワンパンできますんで。はい、おすすめ。ドラキーが、経験値効率で、ゴールド効率的にもいいかなって感じがしますね。バーッと全体的に戦ってみたんですけど。うん。おすすめはドラキーかな。アルミラージュじゃなくてなんだっけ、一角の角のウサギがいるんだけどね。そいつらは確かに経験値とかゴールドもよくくれるんだけど、素早さ負けるんですよね。レベル7くらいでもたまに負けるんで。だとするとね、効率考えたら、ドラキーですね。ドラキー結構おすすめ。ドラキーおすすめです。あー、そっか。一応下画面も見てもらおうかな。マップはこんな感じになってます。ちょっとこのまま行こうか、今回。多分右から行くと、ま、ザコそんな叩かなくていいっしょもう。バブルスライムはね、ミスるとめんどくさいことになるんで。やっぱりあったね。絶対あると思った。宝箱。左は逆に宝箱なさそう。まあ、帰り左通って帰ろうか。鬼滅はもうルール覚えたからいいんだ。お、なんかいっぱいあるぞ。いいね。やっぱ宝箱があるとなんかワクワクするよな。これでしょう。やはりドラクエといえば宝箱を開ける瞬間のね、楽しみですよね。川の帽子か。川の帽子。あー、若干強くなるのか。じゃあ、まあ一応つけとくか。まあ言うてバンダナつけっぱですけどね。この見た目はね。松明を、そう、なるほどね、囲ってんのか。いや、マイクラでどう表現しようかなと思ってさ、鉄柵で松明囲むとどうなんだろう。あれ人？あれ人がいるぞ。人とかいたっけ？滝に洞窟、これは絶対何かあるかなと。あなたたちも奥へ行くならちゃんとレベルアップ。レベルアップとか自分に言うか。自分に言うか。逆にちょっと怒られるくらいだからね、コメント欄で。レベル高すぎ、って。面白くないって言われちゃうけどね。自分の動画はレベル高いのがデフォルトだから。申し訳ないね、本当に。ハラハラドキドキ戦をね、楽しみにしてる方は本当に申し訳ないんだけど。自分完全に
船見ゆいちゃん派だからね。これわかる方は、ゆるゆり見てる方。あの、ゆるゆりっていうね、アニメにね、自分と同じくね、その一箇所でぐわーってレベリングする、キャラクターがいるんですよ。あ、ボミオスやだなぁ。ボミオスやらしいなぁ。そしてこの戦闘 BGM である。そろそろいっか。上画面のみで。やっぱこっちの方が臨場感あるよね。画面の荒さはすごい目立つけど。防具はね、揃えてませんって言っても、主人公に革の鎧はつけてきたのか。3ポイント。そうですね、今槍スキル上げてるけど、あーでもまあ一戦突きまで行った方がいいっすね。うん。次の街で槍多分つけると思う。あ、普段雑魚戦は、ブーメランでさらっと終わらすんだけれども、そうですね。メタル狩り多分することになるんで、割と序盤にドラクエイトはね、メタルスライムがまとめて出てきてくれるところがあるんで、多分そこでメタル狩りしてまたレベリングするんで、そうですね。その時用に、もうすでに、魔人斬り、あと一戦突きは覚えておいた方がいいかな。こいつ強いですね。戦闘効率悪いやつと基本的に戦わない、素早さ取られるとか、ブーメランでワンパンできないとか、そういう敵とは基本的に戦わない方がいいですね。これなら、今の2回の行動でドラキ2回倒してレベル、経験値多分そっちの方が多いんでね。多いか同じくらいなんで。だったら、ヒットポイント的にね、食らわない方が絶対いいんで、ドラキーですね、戦うんなら。大金槌か。おほう、この俺様に話しかけるとは、お前、ちょっとは度胸があるようだ、ね。まさかモンスターにまで声を当ててるとは。先ほど、旅の商人と思われる奴がやってきたが、さてと、もうわかっていると思うが、この先に進みたくば、この俺様を倒すことだ。まあそういうことになりますよね。どうだ？あるよ。そうか。お前は、ん？飛ばします。よし。はい、飛ばします。はい、ありがとうございます。逆に戦って経験値欲しかったんだけどな。メラゴースはね、まあ、あの、物理がなかなか効きにくいんで、した方がいいと思います。メラ食らったら多分10から12くらい食らうんじゃない？現状だと。だ、HP の3分の1くらい食らうことになるから、ちょっと効率悪いんで、これなんだ？下に行くのと矢印が出てるのはなんだ？下に行くのが正解ルートな気するんで、先こっち行きますかね。マップは皆さんには見えてないからね、あれなんですけれども。多分こっちが正解、宝箱ルートですかね。レッサーデーモンだっけ？なんだったっけな。一回戦ってみたけど、そんなに強くなかったかな。だから素早いから、うん、ちょっとめんどくさい。お、正解。宝箱ルート。銅の剣か。あ、今はまあ、主人公は、ブーメランでいいです。そうですね。こうやって意外と、物もらえたりするからね。必死こいて、せっかく買ったのに、みたいな。必死こいて雑魚倒してゴールド集めて、購入して、やっとの思いで購入して、で、こうやって次の洞窟入って拾うみたいなことが結構ね、ドラクエってあるんでね、結構気をつけないといけないんですよね。まあ、お金にはなるけれどもね、序盤って、どうしてもお金ってなくなるかな。うん、足りなく、序盤じゃないね。中盤から終盤にかけてね、どうしてもドラクエってお金がなくなるようなシステムになってるんですよね。ちょっと強めの盾とか鎧が出てきたあたりからね、どうしても防具に手が回らなくなるんですよね。さあ、滝の洞窟、地下3階までやってまいりました。すげえいい感じの道。ここにいるんだよね。あ。ありましたね。正面に見えるのがあれが水晶ですね。今回の、うん。冒険の、取ってこなきゃいけないものって言えばいいのかな。なんと水晶が浮かんでいる。取ります。ゴーヤー！
驚いたじゃろ。わしはこの滝の主、ザバンじゃ。わしは長い間待っておった。お前で何人目になるかの。この敵に声当てるのすごいいいっすね。今度こそ、今度こそと思いながら、かれこれ十数年、長い歳月であったな。さて、前置きはこれくらいにしておこう。いいか、正直に答えるのだぞ。はい。お前がこの水晶の持ち主か。いや。なんと、また違ったか。ならば行くがいい。この、これははいを選択しなきゃいけないやつなんですね。どりゃわかったわかった。今度こそ、さて、お前が。はい。いやだ。なかなか優しい魔物ですね。いいえって正直に答えたら許してくれる魔物さんなんですね。